デジロ。デジロ、デジロは、ドイツのシーメンスが製造する、モジュラー式鉄道車両のブランド名である。デジロは、機動車としても、電車としても製造できる。一般的には2両か3両の編成を基本とする。製造された各車両には、多くの相違点があるが、基本的な車体設計は同一である。 多くのヨーロッパ諸国で一般的となっている軽量のモジュラー式車両の新しい世代に属し、しばしばライトトレインと呼ばれている。製造費用も運用費用もかなり安くできている。加速性能の良さのため、駅間距離の短い近郊列車の運用に適している。しかし、旅客の快適さに欠けているとしばしば批判されている。オーストリア連邦鉄道。 オーストリア国鉄では2005年より5022系、機動車を導入し60編成を運用している。ドイツ鉄道の642型をもとに保安装置の変更を行っている。2005年と2006年にブルガリア国鉄はデジロの運行を始めた。25編成のディーゼル機動車でシーメンスにとって総額6700万ユーロの契約になった。 2006年3月22日から納入された16、編成はソフィア、ソフィア線で運行されている。他の1億1700万ユーロの商談では25両の電車が2007年末までに納入される予定である。これらの電車は、ブルガリア国鉄とシーメンスが合弁会社を設立する予定になっているバルナで、組み立てられることになっている。ドイツのドイツ鉄道は、 二両編成のデジロ起動車を2000年に普通列車用に導入した。最高速度は時速 120km の642型は主に支線や近郊線で運行される。2007年までにドイツ鉄道が購入した234両の他に多くのドイツの私鉄でも同様にデジロ起動車を運用している。642型はそれぞれ2 7 5キロワット。 または3 1 5ットの2台の慢性、ディーゼルエンジンとリターダ付きの液体変速機を搭載している。座席定員は典型的なもので100人である。シャルフェンベルク式連結機で最大3編成まで連結して運行することができる。加速性能が良いため多くの旅客にとても人気がある。462型は多くのプッシュプル方式の列車を置き換えて、 ニューグリッツ鉄道のように所要時間を短縮し旅客の増加に貢献している。当初、ドイツ鉄道では複数メーカーから購入した機動車を共通運用することを意図していたが、ボンバルディア製の643型など連結自体は可能でも運行はソフトウェアの互換性の問題で不可能あることが判明した。ギリシャでは8両のデジロ機動車を ギリシャ鉄道が2004年から2005年にかけて暫定的に運用し、また2007年に再度、アテネ、ハルキス、アテネカランバカ、アテネコリントス、アテネアテネ国際空港間の運行に用いられた。その後所有者であるヘレニック造船所に返却され、国外に売却された。ギリシャ鉄道では他に20両の25。 KV 架空電車線方式のデジロ電車を運用している。ネロンツェオティザアテネ国際空港間の近郊輸送と新しく電化されたテッサロニキラ・アリザ間の本線区間の各駅停、近郊運転と案内されているに用いられている。ハンガリー国鉄では23両のデジロ機動車が運用されており、主にブダペスト、エステルゴム間の路線の近郊輸送と 週末のブダペストバヤの都市間列車に用いられている。クアラルンプール国際空港へ連絡するクレア、エクスプレスとクレアトランジットで4両編成のデジロ、ET425M 型電車が用いられている。12編成が運行されている。この電車の営業最高速度は時速160キロメートルとなっている。ルーマニアの国有鉄道会社である、ルーマニア鉄道は、 デジロの大口ユーザーである。CFR では近代化を進行中で、多くのデジロを購入して、各種の列車、ラピット、アッコセラート、パーソナルと主間輸送などに用いているが、主に急行のラピットで用いている。長距離輸送向けに投入されたが、快適性の問題から評判が悪く、後に単中距離向けに連用する改造を行っている。 例えば、ブカレストとイルフォブ県を結ぶ提案されている、通勤路線で運用することが提案されている。スロベニア鉄道は、デシロ EMG312SR31E として設計された、デジロ電車を運用している。主に、リブラナとマリボルの周辺やこれらを結ぶ以下のような、路線の各駅停車の通勤列車として使用れている。 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡北部でオーシャンサイドとエスコンリドを結ぶ 35km の鉄道路線で運行されているスプリンターに納入された12編成の2両連結 VT642 デジロ機動車が用いられている運行は2008年3月9日に始まり15の駅があるデジロの観戦向けモデルデジロクラシックと異なり連接構造は 採用していない。末尾の ML はメインライン、本線、幹線の略称に由来する。デジロのロシア向けモデル。デジロ ML と同様に連接構造は採用していない。デジロの2階建てモデル。チューリッヒの都市圏列車、チューリッヒスバーン用に製造された。デジロの幹線向けモデル。動力付きの戦闘車が2階建ての付随車を挟む。 形の編成を組み、デジロ ML など、それまでのモデルよりも定員数が多くなっている。HC は、ハイキャパシティの略。2014年に開催された、イノトランス2014で発表され、ラインルールエクスプレス、向けに82編成が製造されることが決まっている。デジロ UK は、イギリスの鉄道会社向けのモデルで、前述した、ライトトレインと呼ばれる、 派生車両と機動車、電車ともに全く異なる設計となっている。これらの車両には、ブ物タンク、人間工学に基づいて設計された座席、音声案内などの現代的な設備を備えている。電車は全てエンゼルトレインズの所有であり、両社が各列車運行事業者に対して編成をリースしている。ヒースローコネクトで用いられている360。 軽電車をベースにした、旧編成の交流 25KV の、UK 型デジロ電車が、バンコクのスワンナプーム国際空港への連絡鉄道、エアポートレールリンクで用られている。デジロ UK に代わる、イギリスの鉄道車両向けモデル。デジロ ML の技術を活かし、車両重量や消費エネルギーの削減が実現している。ほか、機械的仕事を、電線内の電気信号で制御する。 フライバイワイヤーシステムに対応している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。